はいどうも、こんにちは、デルルです。というわけでですね、本日はですね、東沖島に来てるんですけれども、カワハギだったりとか、あとはカレイをね、ちょっと狙いたいなと思います。はい、でさっき話聞いたところ、今日はカワハギがあんまり釣れてない的なことを聞いたんで、まあちょっとね、アサリ使って、まあ反応があるかなっていうのをちょっと足元ちょっと移動しながらね、やっていきたいなと思います。まあそんな感じでね、とりあえず一匹なんとか釣れるようにね、頑張っていきたいと思います。じゃあやっていきましょう。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。仕掛けはですね、投げ竿にジェット天秤をつけて、シログシの10号の針ですね、それにアウスを1本ずつつけて、とりあえずこれでね、様子見ていきたいと思います。眩しい。よし、じゃあやっていきましょう。うわ、投げやすい。はい、じゃあセットもできたところで、これでまずね、足元の方を狙ってみたいと思います。釣れてくれよ。まずはこの辺とかどうかな。さっき当たったのにな。来た。よいしょ。お前か。正体はこいつでしたね。まあ今回はハゼ狙ってるわけじゃないんで、逃がしたいと思います。はい、カワハギはそう簡単にいなさそうっすね。こんな感じだと思う。はい、というわけでちょっと釣れないんで、投げ竿なんですけど、これをに浮きつけて、ちょっと磯目つけて、これでね、ちょっと待ってみたいと思います。よいしょー。おデカアジ。おやりました、デカアジです。いやー、浮きにしてよかったわ。いやー、なかなか釣れなかったでね、なんとか一匹釣ることができました。とりあえず一匹目、ありがとうございます。あ、サイズ測ってみようかな。サイズの方が 24.5 かな。よし、やりました。よし、これはキープだな。美味しくいただきましょう。いやー、それにしてもね、とりあえず一匹釣れてよかったですね。とりあえず今日は浮きの方が調子良さそうなんで、浮き中心で見ていきましょうかね。あれ、また食ってた。なんか浮きが全然沈んでなかったんで、食ってないのかなと思ってたら食ってましたね。これはちょっと小さめだね。多分ちょっとアジが結構湧いてると思うんで、ちょっと磯目つけてどんどんやってみたいと思います。とりあえず2匹目です。ありがとうございます。なんか来た。なんだこれ。おお。あー、無理だ。ごめんなさい、ちょっとタモお願いしていいですか。あ、
クロダイ。ああ、なんで？なんで？なんでブラックリで食った？やりました。クロダイです。え、マジか。ブラックリをちょっとね、遊んでる感じで投げてたんですけど、そしたらまさかの食ってきました。え、しかもかなりでかいよ。まあ、これは驚いた。ちょっとサイズ測ってみよう。はい、サイズがですね、40ちょうどくらいかな。いやー、驚いた。まさかブラックリで釣れると思わなかったな。まあいいや、とりあえずラッキーです。ありがとうございます。お、食った。なんだろう、アジかな。よいしょよいしょ、アジ。というわけで今日はですね、まさかのブラクリでクロダイが釣れたのと、あとね、アジが3匹釣れたんで、まあなんつうの、カレイとカワハギを狙ってきたんですけど、まあ予想外の釣果になりましたね。はい、まあちょっとね、西表島でちょっと悔しい思いはしたんですけれども、まあこっちの方に戻ってきて、まあ大きい魚釣れたんでね、まあ良かったんじゃないかなと思います。はい、じゃあね、今回はこの辺に終わりたいと思います。ありがとうございました。